はい、エルカチャンネルのショーです。キュートです。はい、今回の動画なんですけど、はい、はい、何でしょう。キリトさんがとても大変だったということで、はい、話が聞きたいなと思いましてですね、はいはいはい、実際、周りでなったっていう人が多分初めてじゃないかなと思うんで、テレビとかで言ってること、実際にどうだったのか、まあ喋れる範囲で結構なんで、はい、ちょっと教えてもらえたらと思いまして、お願いします。はい、エルちゃん、あれいつ頃でしたっけ。5月6日に陽性だったということで、急遽2週間自宅待機ですね。ああ、そうだったんですね。 LINE の方に言ってきたんですよね。で、ってなってえ、待って、周りで出たの初めてじゃとかって思って、ちょっと驚きがしました。それに なったかもしれないと思われるようなこと、まあ仕事上は結構気使ってサーブされてたと思うんだけど、あのですね、俺じゃないんですよ。ん？妖精は俺じゃないんですよ。あ、違うの。うん、兄貴なんですよ。あ、お兄ちゃん。お兄ちゃん、濃厚接触者に当たると保健所から。おう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 。で、会社に連絡したら2週間休めと言われたわけで、お兄ちゃんもその仕事か何かので、多分仕事だったんじゃないのかな、なんて知らないですけどね。お兄ちゃんは家にいるの。いや、うん、どっかの県にかかってた。あ、全然違う、他県の方にいて、で、たまたま帰ってきて、で、その後会社に行って、うん、9度ぐらい熱があったから病院行ったら陽性。おお。じゃあ、お兄ちゃん自体は家に、うん、たまたま帰ってきた。1日、いや、何日だ、3日間。あ、3日間。あ、なるほどね。その家にいる間さ、お兄ちゃんに会ってるよね。あんまり会わんかった。会ってない、ほとんど会ってない。あ、そうね。その時のお兄ちゃんがほら元気だったのか、そのちょっと具合が悪そうだったとかが分かればと思ったけど、具合は悪かったらしい。ああ、じゃあ具合はダメっすね。そうそう、ダメな時に帰ってきて、行ったら会社から病院行けって言われて、病院行ったらコロナ陽性。もう仕事が帰ってきて、親父からそれを聞いてすぐ電話して。ああ、というと、じゃあキリトでしょ、うん、親父さんでしょ、うん、おふくろさんと兄貴、なった兄貴ね。でもキリトは仕事してるじゃん、うん、親父さんはもう仕事してるよ。親父さんも結局休まなかったわけでしょ。そうそうそう。おふくろさんは、もう家に専業主婦。ああ、じゃあ大変だったね、親父さんも含めて、うん、まあ兄貴さんも大変だっただろうけどさ、うん、俺に言ってみればもういい迷惑よ。うん。まあそっからがまた大変なんですよ。そうだからね、その後ってのが本当にテレビでなんかこういう風にしますしますしてますみたいな感じの話は聞くけど、本当に周りで出てないから、ちょっとこの後が実際興味があるというか、なられたお兄さんは大変だったなと思うし、そっちはそっちで思うよ。でもそれ以外のキリトたちの話がこっからがちょっと聞きたいなと思いますので、じゃあ続きをお願いします。エルちゃん、その後ですね、会社と話し合い。ああ、会社とね、はい、うんうんうん。まあそれはね、めんどくさくて、ね、そうだろうね。まあ1時間2時間おきに電話かかってきてね。ああ、はいはい。いやいや、まだ保健所から連絡ないんだけど、そんなん分かるか。ああ、ここピーでね。いやいや、全然使いますよ。使えるところは使っていきますよ。これもう、たとえね、見られても、もう、
本音をぶつけるんで。いや、本当にこれってそれのために撮ってるんで、喋れる、まあ、範囲で結構なんで、ぜひお願いしたい。まず会社からこれだけは聞いてくれっていうのが5科目あるんですかね。まず保健所がどこなのかが一つね。あと検査待機日数を教えてくれと。検査がいつになって結果はいつにも分かるのかというのを教えてくれと。二つ目が検査待機日数。そうそうそう。それは初めて見らないと分かんないことでしょ。いや、もう保健所から連絡が来ないともう全て分かんない状況で。じゃあ三つ目、濃厚接触者に当たるのかどうか。ああ、キリトが濃厚接触者に当たるのかどうかね、教えてくれた。ああ、じゃあ3つ目が濃厚接触者かどうかの確認。4つ目が3つで終わりかな。多くなったぞ、めんどくせえと思いながら。まあ多分似たようなことだと思うんだけど、そうそう、まあそれはもう見守ってるんでお用意しましょう。わかりました。あと2つくらいあります。追って追って貼りたいと思います。貼るように言っておきます、はい。エルちゃん、まあ2週間の間どんなことを毎日、会社からの電話もあったんだろうけど他は何かありましたか。保健所から毎日の体温を測ってくれた。まあ朝昼測った時の一番高い体温を教えてくれた。朝昼体温を測って、うん、一番高かったやつをね、はい、毎日2週間ね、それが行われてた。会社には毎朝報告が、体温と体調、自分も含め両親も。あ、両親まで言わなくて。なるほどね、そっかそっか。一緒に今家におる人のことは全部教えてくれってことね。2週間トイレ、風呂、はい、飯以外は全部自分の部屋でね。ああ、そっか。だから3人が3人バラバラで、もうあれだよね、軟禁状態だよね。そうそう、軽い軟禁状態。あのね、ずっと気になってたのが1個あるんだけど、うん、日用品とかさ、うん、食料はどうしてたの。買い出し。誰が。親が。あ、3日に1回か2日に1回か。あ、あの家から出ようと思ったら 出れたんだ。うん、普通に出れる。もちろん陰性っていうのが分かってからだけどね。デリバリーかなとかピザとかじゃなくて、日用品とか食料品とかを持ってきてくれる、あのとかかな、使うように言われてるかなとかは思ってたんだけど、そういう話は保健所からはなかったですね。親がね、気をつけながら行かれたんだろうけどね。そっか、まあそれは本当大変だったね。エルちゃんでなんですけど、2週間キリトがですね、はい、こんな状態だった時に一切 LINE を僕はしなかったんですよ。寂しいね、なんてこと。ただですね、これは言っておきたい。これは俺だけじゃない。誰かと連絡取った？ウッシーとも、マルとも。一切取れる。寂しいと思いません？皆さん。違うんですよ。こいつが悪いんですよ。驚いた上で心配もしたんですよ。ああ、じゃあ大変だなって。うん、で、言っても、うん、連絡はいつでもできるからと思ってたんで、うん、遊びに行くことはできないけどと思ってたんですけど、うん、こいつがかかったって言った日の、その後ですよ。言ってきたセリフで誰も返事をしなかったという。暇だけ飲みに行こうとか書いてあった。あ、そうなんですよ。2週間自宅待機でこっちはもうね、体調は万全で、これは暇だと、じゃあみんなで飲み行こうって LINE 送ったんですよ。そしたらまあ帰ってこない。当たり前だよ。返すわけないよ。あの一瞬にしてこの心配してた分が冷めちゃって、はあ、こいつ何言っとんとか思って、グループの中で一番返信をしてくれるのが丸だと思うんですよ。その丸でさえ返信しなかったんで。いや、こっちとしてはですね、まあ心配かけてるっていうのもあって、まあ軽い冗談のつもりで LINE を送って
ったつもりなんですけど、まさか誰一人返してこないと思ったね。その後にさ、なんか言えばよかったんよ。あ、そんな場合じゃないか、ごめんとか言って。いや、時間置いてからでも言ってくれたらよかったんだけど、なんかこっちとかにしてもさ、時間空いちゃったからさ、まあいいかってなって。こうやって時間取って会えたのが、あ、生きてるんだって思って安心してます。エルちゃんで、お兄ちゃんは結局どうなったの？入院したの？ホテル療養で、この後に入院して。あ、入院したんだ。うんうん、元気になったならいいんだけどね。なったなった。うんうん、よかったね。エルちゃん、じゃあお腹が減ったのでご飯食べ行ってきます。それでは、今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。